吉谷さん、マトリックスアフィリエイト、そしてフォーチュンビジネス、これはね、ネタとしてはね、永遠に使わせてもらってアクセスを集めさせてもらいます。なんだったら、あ、マトリックスアフィリエイト被害者の会集まれみたいな感じでコミュニティ作って、コミュニティの運営費毎月3000円とかっていうね、とんでもないビジネスをね、展開することもまあないですね。まあたまにネタとして使わせていただきます。ところでね、吉谷さん、やっぱり一人が最強っていうのもいいんですけども、今日ね、荷物が届いたんですよ。これ見てください。もう開けてしまったんですけども、再現するとですね、これ箱を開けると、まあこういう風に梱包材バーッと入って、何が入ってるかというとね、これが1個入ってるだけなんですよ、このでかい箱に。まあ過剰包装とは言えなくもないんですけども、これはね、レグノスっていうブランドの、そのなんですかね、コロンでもないし、なんか匂いのこうクリームですね。これをちょっと塗っとくと、1日中18時間ぐらいかな、いい香りがして、まあ年齢が気になるね、あの40代50代にはもううってつけということでございます。こうやってね、いつも若々しい匂いをさせていただきたいなと、さしていきたいなと思っているところでございます。まあそれだけなんですけどね、一人が最強なんだけども、一人なんだけども、まあでもこういうものにね、なんかね、人に会った時のためのものに凝ってしまうというね、なんかそんなおかしな現象が起きてます。通常はね、人と会わなければ着るもんとか食べるもんとかヘアスタイルめちゃくちゃでもいいやと思うんですけども、私の場合やっぱり毎日人に出会ってるんで、まあ別にこれはつけなくてもいいような気がするんですけども、 YouTube を通じてやっぱ人にお見せする仕事をしてますんでね、まあそこそこ綺麗にしないといけないかなということでございますけども、これはいらないな。まあでもこれレビューしましょうか。これね、結構ね、いいんですよ、うん、あのちょっと箱が開かないよね、最近はね。このテープがね、妙にきついんですよ。何なんですかね、これ。買ったナイフとかないと開けられないんだけど、不便でしょうがないな。よし、開いたぞ。こういうのが入ってるでしょ。あっ、しまった。あー、クリーム、まあちょっとこんなになってる。もうね、なんだこれは。文句ばっかり出ますね、すいません。こういう風な感じでね、クリームつけるでしょ。で、ほんのちょびっと、まあつけとくわけですよ、こうやってね。まあそうするとね、これはね、ちょっととあるサイトで、あのアンケートがあったらしいんですよ。20代の女性が、こう男性の香りで、これをつけといてくれたらいいのにみたいなね、で選んでくれるみたいなのがあったんですけども、これね、なんかプレゼントに最適だそうです。レグノスのパフュームバーム 50g メイドインジャパン、これはね、1日を通じていろんな香りに変わってくれるらしいんですよ。それでいやらしくないし、香水みたいにつけすぎもないというね、クリーム状のものはちょっと今みたいに塗っとくだけみたいな感じですよ。で、まあ、この密着するとより匂いがこう感じれるという、なんかそんな触れ込みでしたかね。まあまあ買ってみましたという報告でございます。何の動画ですかね、これはね。いってらっしゃい。